国鉄式300経過車は、1958年3月15日に、日立製作所で一両のみ製作された大物車である。175トン積み提唱式、または210トン積み吊り掛け式として使用することが、できた。車席は当初日本国有鉄道で、1987年の国鉄分割民営化に際しては、日本貨物鉄道に継承された。 車単速に4軸ボギー台車を、車両中央側に6軸ボギー台車を備えた、全部で4台車20軸構成の車両であった。この6軸ボギー台車は、日本唯一のもので、大圧軽減のため、第2軸、第5軸以外の車軸が横移動できるようになっており、また、第1軸、第6軸の輪軸には特殊な踏みずら形状を、採用して、脱線係数を低く抑えている。また、 軸距の短縮に特に注意が払われている。空気ブレーキは、赤空手動切り替え式の KD203 型を装備している。低床式針は、式 300A と称している。175トンの荷重は、日本の低床式大物車としては、史上最大のものである。全長の37,700ミ、mm、リメートル、自長の101トンも、日本の貨車史上最大であった。りけ、 式張りは式300バイトと称している。空車時の全長は27,300ミ、mm、リメートルであった。入受け量はトラス構造で溶接組み立てであった。式300は日立製作所所有の私有貨車であった。常備駅は当初日立駅で1965年11月から日立多賀駅となり、さらに1984年2月に日立駅、 1988年11月に、日立多た駅と2回行き来している。1992年11月に、A 寮、B 寮とも同時に廃車となった。ありがとうございます。